まあいいさ、そろそろ俺も一人で静かに展示を見たいと思っていたところだし、どんな仕返しをするつもりか。そうだな、俺なら思いつく限りの屈辱を味わわせて堂々と日の本を歩けなくしてやるさ。ああ、リリア先輩、俺のこといじりすぎでしょ。さーて、次は何を見よっかなーって。うわ、セイウチとオイスターの絵だ。こうして見ると、セイウチってマジで紳士っぽい。オイスターたちも見た目に騙されたんだろうな。かわいそすぎて同情するわ。なんてね。まあいい。俺も別の展示を見に行くか。あの絵に描かれているのはライオンの王子と侍従の最中。こんな情けない面したライオンに王なんて務まらん。俺は強いやつしか認めない。王になるな。意地汚くて薄汚れた連中を存分に懲らしめる実力が必要だろう。次はまだ見てないグレートセブンの絵でも見に行くか。お、これはこの猫を見るたびにあいつを思い出すんだよな。何を考えてるか読めない顔がそっくりだ。昔はあいつのいたずらに乗っかって道を聞いてきた人を困らせるようなことを言ったっけ。どっちへ行ったらいいかだって。それはあんたがどこへ行きたいか次第だなんてな。はい、またリドルさんも言ってしまいましたし、僕はどの絵を見に行きましょうか。ん？これはエビ？いえ、カニの絵でしょうか。いいですね、とても愉快な表情だ。こういう方ほど契約を交わした後にお代を支払わずお仕置きをされるんですよね。次は何見よっかな。あ、この人魚の王様の絵、海で見たことある。いいやつだけどすげえ分からず屋なとこがあったって習ったっけ。頑固者なボスってめんどくさそう。ボスにするならやっぱり慈悲深い海の魔女だよね。また共に語らおう。さあ、いよいよ待望の作品との対面だ。動物に歌を聴かせる姫の逸話を描いた絵。なぜ見るたび私の心は大きく揺さぶられるのだろう。唇は赤いバラ、髪は黒々と輝き、肌は雪の白さ。動物たちも可憐さに見入っているのかもしれないね。ふう、久々に人とたくさん話したら疲れた。絵でも眺めて心を落ち着かせよう。あ、これ神話に出てくる英雄ジュン。このキラキラな表情、自分の未来は明るいって信じきってる顔ですな。人生そううまくいくわけないのに。調子に乗って冥府の川に浮かぶ羽目にならなきゃいいけど。さて、エペルも行ってしまったし、ここからは一人でゆっくり。ん？これは妖精たちが姫に祝福を授ける時の絵か。この絵だけは何度見ても笑ってしまうな。幸福を祈っての贈り物というのならば、赤子に授けるべきは呪いに打ち勝つ強さじゃろう。それを贈り物に美しさと歌声を選ぶとは、全く呆れた連中よな。まったく、人間というのは世話しないものだ。僕はのんびりと館内を見て回るとしよう。
おや、これは昼の眷属に祝福を受けた姫の絵か。誕生の宴とは随分にぎやかだ。もし僕がその時代に生きていたら招待されただろうか。こいつらも招待客には十分に注意せねばなるまい。もしも僕が招待されなければ破滅をもたらす雲よ、空を覆い呪いの言葉と共に飛んでいけと魔法をかけたかもしれないからな。うん、ラギー君、バイバイ。俺はショップでも見てこよっかな。あれ、この絵って瓶に入って海を漂流した女の子の逸話を描いた作品か。確かこの子、得体の知れないドリンクを飲んで体が縮んじゃったんだっけ。かわいそう。考えるより先に口を開いたり、どこにでも首を突っ込んだり、まったく困った女の子だよね。逃げられてしまいましたか。ん、この絵に描かれているのは海の魔女の逸話に登場する人間に恋をした人魚か。見るからに楽観的で付け入る隙がありそうだ。世の中はなかなか厳しいもの。彼女にはどこまで現実が見えていたのやら。質問してきたなら話は最後まで聞け。まったく気に食わない人間だ。これは逸話に登場する動物と語らう人間の絵か。おじい様にいただいた本で読んだ話だ。夢について動物たちと語る少女。努力もなしに願いが叶うと思っているのか。なんと怠惰なことか。ええ、またね、ジャック。じゃあ私は他の美しき女王の絵を見に行こうかしら。あれは逸話に登場する可憐な姫の絵。森で花を摘んでいるなんて能天気なものね。人気がないのを見すまして悪意を持った誰かが近寄ってくるかもしれないのに。